今朝、奥州市で住宅など2棟を全焼する火事があり、焼け跡から身元不明の1人の遺体が見つかりました。火事の現場です。火はおおよそ消し止められましたが、焦げ臭い匂いは未だ残っています。今日午前8時ごろ、奥州市前沢聖母の木造2階建ての住宅から火が出ていると消防に通報があり、この住宅と隣接する建物の合わせて2棟が全焼しました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、住宅の焼け跡から身元不明の1人の遺体が見つかりました。想像ができないくらいもうすごい勢いで、風もちょうど吹いてたので、こうなんて道路にこうなるような感じ、すごいもうびっくりするくらいでした。火事の直後からこの家に一人で暮らす小山康雄さん72歳と連絡が取れておらず、警察は遺体の身元の確認を急ぐとともに火事の原因を調べています。